とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。昨日も動画でやったんだけども、裏技を教えてもらったんだよね。で、今日の動画が、教えてもらった裏技の方ですね。どんな裏技かというと、常に、霊体化しておける裏技ですね。1年半ぐらい前かな、裏技で、ずっと霊体化するっていう方法があったんだけども、修正されました。で、今回これが見つかって、また使えるようになったということですね。では、必要な装備を紹介します。3つ必要です。まず1つ目。羽ですね。これはね、皆さん持ってると思います。そして2つ目。防具のスキルで、回避中に一瞬だけ霊体になるっていう防具。これを準備してください。ミステリーアーマーもしくはゴーストキンドラー。このどっちかですね。が一瞬だけ霊体になるスキルを持ってます。プラスで、クールダウンショットとバーストボーストリングがついた弓です。まあ、これもね、持ってるとは思いますけども、3つ、準備してください。で、昨日動画でね、見た人はわかると思うんだけども、やり方は一緒です。羽を使って、この霊体化してる間に、羽を、交換する、もしくは、のける。それで成功です。で、そのね、羽を使ってすぐにね、交換するためには、バーストボーストリングとクールダウンショット、それが必要になるんだよね。まあ、とりあえず、どんな感じなのか、見ていきましょう。それではやっていきますね。バーストボーストリングの発動が必須なので、敵がね、2体、もしくは3体以上がいいかな。3体以上のところですると確実です。では、使いますね。まず羽をぴょんとして、すぐにインベントリを開く。そしたら、羽を移動することができますので、別のところに置く。もしくは、別のアーティファクトを置く。それで OK です。これで成功してますね。はい。左上を見てもらうとわかるんですけども、霊体化のマークが常についてると思います。この間は敵をね、こういう感じに、通り抜けることができます。ものすごく便利ですよね。で、さらに、この一番の利点っていうのが、霊体化中は、ダメージを 50% 軽減してくれるっていうことです。50% だよ。35% じゃないからね。50% も、軽減してくれる。これがものすごく強いんですよ。まず最初ね、使ってない状態でどれぐらいダメージを受けるか見てみましょうか。あ、羽を使うと元に戻りますね。で、普通にダメージ食らいます。10万かな。うん。10万2000ダメージを受けてますよね。で、これが、霊体化中だと、どんぐらいいくかな？これ、55万、あ、5万5000。半分だね。うん。ダメージが半分になりました。で、さらにすごいのが、これプラス、アーティファクトや、エンチャントで、変わるっていうこと。これ、実際、防護をつけてます。なので、50% じゃなくって、52、3% 軽減してますね。で、これプラスで、アイアンハンドアミュレット。これをつけると、38000だね。もっとダメージ減らせますよね。うん。これはすごいよ。もともと10万だったのが、38000。うん。60% ぐらい、ダメージを軽減することができるんですよ。で、さらにこう抜けることができる。これはやばい。で、もっと言うと、ミステリーアーマーで、霊体になるスキルと 35% 軽減。それが入ってると、多分ね、常時 70% 以上かな。70数%ダメージをね、軽減すると思う。うん。そうなると相当すごいよ。まあ、その装備を出すのはね、なかなか難しい。うん。できればね、263でやりたいので、タワーでしかダメなんで、まあ、出すのは難しいけども、それがね、出たら、マジで強いと思う。
うん、まあ、羽ピョンはできないよ。羽ピョンできないけども、まあ、普通にね、地べたに足ついて戦う感じで、すごく強いと思う。やばいと思うよ。はい。まあ、とりあえず、ボスを戦ってみましょう。ドラつけていこうかな。もうボスもね、こう抜けるのでね、回避とかしやすいですよね。こう抜ければ回避できる。うん、こんな感じです。戦いやすい。うん。で、これに昨日のね、裏技を合わせて、炎の道なんかを入れると、抜けながら炎の道をダメージで与える。まあ、ゴーストキンドラーなんてまさにその通りなんだけどね。うん、そういう風な使い方もできます。このね、ダメージ軽減、やばいですよ。はい、それでは戻ってきました。では、今日のおさらいですね。常に霊体化をする裏技ですけども、必要なものが3つあります。まずは、羽だね。羽。そして、防具のスキルで、回避中に一瞬だけ霊体になる。このスキルが入ってるやつ。で、プラスで、クールダウンショットと、バーストボーストリングがついてる弓ですね。この3つが必要になります。で、羽で、ぴょんと飛んだ時に、バーストボーストリングが発動しますよね。そのバーストボーストリングで、羽をすぐ再使用できるようにして、で、インベントリを開く、で、羽と、別のアーティファクトを変える。もしくは羽をこっち側に抜く。そうすると成功です。常に霊体化して敵を抜けることができますし、ダメージを 50% も軽減することができます。さらに、それプラスでアーティファクトなどで、防御力を上げることも可能となります。カッチカチやね。はい。で、これなんだけども、一応ね、不具合とかが出る可能性も、なきにしろあらずですね。うん、俺は今のところ、1時間ぐらい遊んでますけども、特に不具合はありません。うん、でももしかするとあるかもしれないので、そこはね、自己責任でお願いします。で、回避中にインベントリを開かなきゃいけないので、これはソロ専用です。マルチではできませんので、まあ、それは覚えておいてください。はい、ということで、今日はコメントありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。